おはようございます、今日はちょっと資格のお話をしようかなと思います。なんか平日に試験がある資格についてということでお話ししようかなと思います。私結構いろいろ受けてみたいなっていう資格がいくつかあるんですけど、ただなんか平日にね試験がある資格って意外と多いなって思って、なんで平日に試験やるんだろうね。だってみんなやっぱサラリーマンが多いから、やっぱ土日働いてる人が多いと思うんですけど、土日休んでる人が多いと思うんで、基本的にそういう試験って土日にやるのがベストだと思うんですよ。まあ、危険物とか消防設備士とかって結構、まあ、東京とかだね、平日で試験やってるところもあるんですけど、基本的には土日に試験やってるところが多いと思うんですけれども、なんで平日に試験をやるのかなっていう、まあ、すごい疑問があって、まあ、私がちょっと受けてみたいけれども、まあ、平日に試験だから受けられないっていうような、まあ、そういう資格をちょっと紹介してみようかなと思います。まず一つ目っていうのは、まあ、あのボイラー関係の、あの資格、まあ潜水士だったりとか、あとガンマ線とか X 線とか、あのね、あの類の資格たちって基本的には平日試験ですよね。もちろんその出張試験っていうのがあってね、土日にやってくれる、試験というか、もあるんですけれども、まあ、基本的には平日に、行われますよね。あれ何なんだろうねなんで、まあ、出張試験があるからね、これはまだ、いいですよね。まあ、愛知県はね、出張試験の範囲外なんで、まあ、静岡だったり、岐阜だったり、三重に、出張しに行かないといけないわけなんですけれども、そうすれば、まあ、土日も取れるんですけど、まあ、基本的にはね、ああいう、まあ、ボイラー、潜水士とか、X 線、ガンマ線、あとクレーンとかもそうですよね。全部なんか、平日試験です。まあ、私はボイラー2級取った時は、埼玉県のね、出張試験受けて、取りましたね。平日試験だから、もし受けようと思ったら、有給取らないといけないっていう、まあ、そういう状況ですよね。で、それから、毒物、劇物取扱者だったかな。あの資格ちょっと受けたいなと思って調べたんですけど、あれ平日ですよね。で、しかも年に1回。ね。何なんだろうね。あれね、しかも、まあ、愛知県で言ったらね、ほぼ年に1回しかないし、で、しかもなんかわけわかんない。水曜日だか木曜日に試験ということで、だったらね、もう日曜日にね、ポンと試験やってほしいなってなんか思いますよね。で、まあ、それから無線系の資格も大体そうですよね。総合無線通信とか、陸上無線通信ですね。まあ、ただ、あの、アマチュアの資格とか、あとは、一陸特、一級陸上特殊無線技師とかの方は、まあ、土日にね、やってくれてる日程もあるんですけれども、まあ、総合無線通信士とかね、普通の陸上無線技師だったかな。海上もそうですよね。海上特殊は、あんま CBT 方式だったり、土日やってたかな？ちょっとあんま覚えてないですけど、なんか、なんで平日試験なんだろうなって、受けに行けれねえじゃねえかっていうね。あれはあれなのかな、もしかしたらそのね、仕事の兼ね合いで取る人たちが多いから、多分もしかしたらその就業時間中に資格を受けに行くとか、そういうパターンがあるのかもしれないですね。うん、でも、ね、できることなら土日どっかでね、年に確か2回か3回くらい試験あると思うんでね、土日でね、やってほしいなって思いますよね。それからですね、以前あのコメントであったですね、無線、あ、じゃあ、放射線取扱主任者だったかな。この資格もちょっと調べてみたんですよ。だけど、これもね、試験がね、平日だったんですよね。何なんだこれと思って。で、あの、三種の方は、あの、講習をね、2日間受けるだけで、資格取得することができるということで、あ、これはなんか便利だなと思って、三種ちょっと受けようかなと思って調べたんですけれども、まあ、どこもかしこもですね、平日の2日間だったんで、なかなかね、平日2日間連続でね、有給取るっていうのが、なかなか難しいんで、ちょっとこれはね、ペンディングかな、みたいな感じになっちゃうんですよね。ほんとね、まあ、まあ、講習とかだとね、やっぱ2日間あったりするから、平日の方がいいのかなと思うんですけれども、まあでもできればね、土日でやってくれる県がね、どっか一つでもあればいいのになってなんか思ったりしますよね。やっぱあれなのかな、そういうあの講習する人とか試験監督とかの人も、ね、土日休みたいから、まあ、平日試験っていう風になってるのかな。まあそういう感じなのかもしれないですね。ただやっぱり受験する側からすればですね、やっぱ土日試験の方が受験しやすいんで、受験者数が増えるんじゃないかなっていうのは思ったりしますよね。だって普通にね、電気工事士とかだってさ、土日に試験やってくれるわけだし、ね、電気工事士がね、まあ、例えばこうね、平日の試験とかだったら多分受験者数
多少なりとも減るんじゃないかなと。うん、どうしても使わないといけない人以外はね、受験しに来なくなるんでね。まあ、もしかしたらそれが目当てなのかもしれないですね。どうしても必要じゃないやつは別に受けに行くんだと。もう回答とかこう丸付けしたりするのめんどくせえから、ね、なんかいろいろ集めたりするのめんどくせえからっていうことなのかもしれないですけど、まあ、個人的にはできれば試験っていうのは土日やってほしいなと思いますね。まあ、あともしかしたらあれですね、平日休みの人専用の資格なのかもしれないですね。でもどうなんだろうね。だってボイラーとかってさ、取り扱ってる人って工場で働いてるわけでしょ。工場土日休みだから基本的にね、平日試験してもしょうがないと思うんだけどね。まあ無線とかもそうっすよね。無線とかはあれ違うのかな、平日休みなのかな、まあ、ちょっとわかんないですけど。まあということでですね、私は受けたいけれどもなんか平日試験だから受けに行きづらい資格、ちょっといくつか紹介してみました。まあ、もしかしたら他にもね、いろいろあるかもしれないんですけれども。まあ、ということでね、まあ、今日はちょっと雑学じゃないですけれども、そんなテーマになりました。またね、動画の方、撮っていこうかなと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。それじゃあ、今日は、バイバイ。